ヨーマ軍に囲まれていたジャンヌ・ダルクを連合軍は救出、彼女を味方に加えることができた。連合軍がオーディンの領地を相次いで奪取したことで、彼の魂やイグドラシルに関する秘密は解き明かされつつあった。だがそんな時、連合軍のもとへ孤立した味方部隊が襲われているという報告が入る。将軍たち精鋭は急ぎ救援に向かった。本隊に合流予定の別動隊が敵に囲まれたか。各地での転戦が場だとなったな。兵を分けては括弧撃破の隙を与えることになる。いずれこうなることは君ならば予想できたのではないか。言葉もないな。ヨウゼン、なぜお前までここに。人間の命は小さく弱いもの。それを君たちがどのように救い出すのか見てみたいと思ったのだ。その口ぶりだとまた高みの見物を決め込むつもりのようだな。当然だろう。私はまだ君たちに手を貸すとは言っていない。その価値があるか見極めている最中なのだから。分かっている。お前の好きにするがいい。では私は行くぞ。趙雲が一足先に救援へ向かった。急ぎ加勢せねばなるまい。趙雲、腕輪に選ばれた人間か。それほどの者が先陣を切り救援に向かうとはとても興味があるな。先行した趙雲がすでに救援を始めているはずだ。我々も向かうぞ。私はひとまずここにとどまる。君たちの手腕を見極めさせてもらうとしよう。やはり妖精が見物を決め込んだ。まあいい、さっさと片付けるとしよう。私の強者にも関わる。何としても兵の全滅だけは避けねばな。受け取ったり。助かった。この後を決して忘れません。行きます。行きます。行きます。あの原因オーディンの力によるもの。やつ日に日に力を増しているとみえる。やつらを放て。敵を根絶やしにするのだ。人一人の命など大義の前には軽んじられる。それが世の常。しかし彼らの行動は真逆だ。なぜそうにして一平の命を救おうとする。みんな諦めてはならん。やってみましょう。趙雲、君はなぜそこまで必死になれる。一平の命など軽んじられるのが世の罪だというの。彼らも志を同じくする大切な仲間、見捨てることなどできません。なるほど。それが君の信念というわけか。行きます。私が行こう。全身あるのみ。我が手に光。
い。カヌク、力負けするなって。これはジョーン様、お救いくださりありがとうございます。行きます。ジョカイ、彼らには見どころがあるようだ。私が旋回から眺めていた人間たちよりずっと、皆、揺るがぬ信念と強さを兼ね備えている。だからこそこの異界に招かれたのだろう。触れてやるわけにはいかん。ジョーン様が来てくれなきゃ今頃俺は。本当にありがとうございます。いくらでも負けそう。仲間を見捨てず守り抜く力か。彼らは思っていたよりも強い者たちだったのだな。できたか。行きます。他に取り残されているものは。誰か助けてくれ。まだ孤立している味方がいたか。手の空いているものは救援を頼む。行きます。勝負に習う。もはやこれまでかと思いました。救援感謝いたしますぞ。天下無双、いい響きじゃありませんか。私が行こう。この程度の敵に手こずりよって。おい、俺たちも出るぞ。敵の増援だと。ああ、もう生きては帰れないのか。奮い立て。戦うぞ。
皆の道は超支流が禁止脚光。どうにかせりゃ。ている者はいないようだな。では我らも引き上げるとしよう。敵中に孤立した味方を全て救い出すとは、その手腕称賛に値する。敵は引いたか。なんとか兵らを守れたようだな。救援ありがとうございます。皆様のおかげで命拾いいたしましたぞ。それにしても趙雲様は本当にお強い。もうダメかと思ったところへ颯爽と駆けつけて敵を一投げ。いやー、大したお方です。俺、元の世界に戻ったらせがれに自慢してやりますよ。あの趙雲様が俺の命を救ってくださったんだって。趙雲か。確かに彼の働きぶりは見事だった。主力の一人でありながらおごらず、むしろ一兵の命を救うため敵陣に切り込む、その揺るぎない信念、立派なものだ。この異界で彼のような人間に出会えるとはな。妖精にああまで言わせるとは、さすがは超支流といったところか。よし、成功したな。おそらくオーディンは我らの動きに気づきつつある。別動隊が襲われた一件からもそれは明らかだろう。そうね、いずれ本格的に攻撃を仕掛けてくるはずよ。そうなる前に魂の在りかを突き止めないと。ならばもはや一刻の猶予もあるまい。早急に次の用地の調査に向かうべきだろう。必要な部隊と物資の手配は俺がやっておく。ガイア、お前たちはすぐにでも出立を。ねえ三成、次の調査にはあなたも一緒にいらっしゃいよ。いつも後方支援ばかりじゃ腕がなまるでしょ。何を言う、後方支援とて重要な役目だ。大体俺は部働きよりも。つべこべ言わない。地母神ガイア様直々のご指名よ。来なかったらお仕置きだからね。なんだあれは、あの強引さ。誰かに似ているような気もするが、普通に迷惑なのだよ。